仙台麩で卵とじを作ります。まず玉ねぎですけれども、芯のところを切り離します。そうしましたら3分の2ぐらいのところで一旦カットします。これを倒しまして、端から5ミリぐらいの幅でトします。こうすることによってある程度幅の揃ったものができます。それから材料ですが、仙台麩のスライス、水、高汁、簡単万能だれ、三つ葉に卵。まず小さなフライパンに、水を入れまして、そこに簡単万能だれを入れます。で、よくかき回します。仙台麩の柔らかいのを好きな方はここでちょっと15分ぐらいつけて、それから火をつけるようにしてください。玉ねぎを入れましたら仙台麩を入れまして、で、裏返しながら全体に染み込むように、返します。これで弱火でしばらく、ある程度煮ましたら、火を強めて水分を飛ばします。ここに三つ葉のカットしたものをのせます。そうしましたら卵をですね、粗くほぐしまして、まんべんなく全体にかかるように入れてください。それで蓋をしまして、弱火で1分半ぐらい蒸します。柔らかいのがお好きな方はもうちょっと早めに。で、こんなふうにできましたものをご飯の上にのせますと、卵とじ丼ができます。ぜひお試しください。